昔の人の墓場へ。お化けが絶対。そうだよ、お化けがねえよ。お化けなんか怖くなかった。みんな、おい。ねえ、本当にお化け出らん？出たら、俺が退治しとる。あ、なんか。怖くないの？痛い痛い痛い、やめてください。僕はお化けじゃない、人間なんだ。痛い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 、助けて。なんで泊まるところがないから、昨日は古墳に寝ちゃったんだって。まあ、古墳に。ねえ、なんか食べさせてあげてよ。でも、お昼の支度もまだだし、ご飯だけしかないんですよ。はい、僕はね、塩を利かしたね、おにぎりだけでいいんですけど。本当にそれだけでいいんですか？それだけでいいんです。ね、早くしてあげてよ。じゃあすぐに支度を、上がっていただいて。おじちゃん、どうしたの？なんでもないんだ。でも、こんな綺麗な家を描いた提灯、初めて見たな。これ、闇提灯って言うんだよ。うん、俺んち、闇提灯作ってるんだ。そうか、こんな綺麗な絵を描くな、難しいだろうね。さ、行こう。どうぞ。本当に何もありませんけれど。ありがとう。いただきます。おじちゃん、本当に美味しそうに食べんね。俺も食べたくなっちゃった。うん、世の中でね、一番美味しいのはおむすびなんだな。たくさんあるから、りょうたくんも一つを食べ。本当だ、すごく美味しいや。お茶も とっても美味しいな。やめはお茶どころですから。やっぱりそうだな。え？僕はあんたに会ったことがあるんだな。本当ですか？うん。どこでどこで？どうだったかな。
あんた僕を覚えてないですか？おじちゃんどこで？どこだったの？どこだったかな？僕も覚えてないんだ。わかんないってことは忘れちゃったのかな？すいません、すぐ行きます。どうぞごゆっくり。ここで提灯作ってるんだよ。こうやってつくんだよ。やっぱり難しそうだな。でもこれあの白い提灯なんだね。僕あの綺麗な絵の描いてある提灯が好きだな。あっちにいっぱいあるよ。おいでよ。ここが絵付け部屋。うわあ、お花畑みたいだな。あんた何ね？はい。僕はあの清しています。おじさん、絵が上手なんだね。当たり前じゃ。この道50年じゃけんな。こら、邪魔せんとあっち行かんかい。泊まるとこないの？でも僕はね、あのどうででも眠れるから大丈夫なんだ。でも夜になるとまたお腹がすくよ。それもそうだね。俺、うちに泊まれるようにお父ちゃんに頼んであげる。お父さんに？お姫さんは弁財天の化身ばい。花見酒で気持ちいいよう酔った大名の夢の中で弁天様が舞い遊ぶ。もっと情感を込めて操らんか。はい、もう一回。そげんそげん、尊重したい。だいぶ良くなった。お父ちゃん、お父ちゃんってば。おー、りょうたか。お願いがあんだけど、あのね。ああ、今大事なとこ、後々。ああ、うるさか。お父ちゃん。あと。灯籠人形っていうのか。すごいな。まるでこう生きてるようだね。一体の人形は何しろ6人で動かすけんな。一つの人形6人で動かすのか。僕でも。あのこの足ぐらいなら動かせるかな。それは無理ばい。何しろこの灯籠人形は200年の歴史ば持つ伝統芸能体。親子代々受け継がれて何年もかかってようやっと一人前に動かせるようになると。俺も大人になったらやらしてもらうんだぞ。そうだな、いずれお前にもみっちり仕込んでやる。で、俺に頼みってなんや？あのね、このおじちゃんをしばらくうちに置いてあげてほしいんだ。この人はうちか？お願いします。バテン、うちだって人の面倒は見るほど楽じゃなかけん。でも
父ちゃん、清さんは前にもおばちゃんに会ったことがあるんだって。え、一体どこでか。今ちょっと思い出さないんだな。きっと思い出すでしょう。まあ行くとこもなかっちゅうし、当分の間うちさえいてもらうことにしたってす。こんな風来坊の面倒を見るなんて旦那も物好きが過ぎると。バッテン徳さん、この人は前にも弥生さんに劣るごたらですよ。弥生さんどこでな。みんな同じことを聞くんだな。でも僕はこの辺で止まってよく思い出せないんだ。あんたどげんとね、こいつの顔を見て何か思い出したことあるとな。いいえ、全然。まあとにかく素言かわけやけん、当番の間は徳さんの部屋ば二人で使うてやってくれんですか。わしとこの臭そうなやつと。よろしくお願いします。とんだい理想論が舞い込んだもんたい。ごちそうさん。どかんか、ほらあ、頑張っちゃった。この写真は誰かな。俺の女房たい。亮太は産んですぐに死んでしもたつ。じゃあこの人は亮太君のお母さんか。僕は弥生さんがお母さんかと思ってたな。え、違う、あの人は違う。あの人は身元もわからんかわいそうか人たい。身元もわからないってどういうことかな。今からちょうど半年ぐらい前に残ったい。俺が仕事で北九州市へ行った帰り道で、どうやら車にひき逃げされたらしゅうして、病院で気のついた時には記憶喪失症になっとった。記憶喪失症って、要するに何でん覚えとらんやった。名前も住所もそれまでどうやって暮らしとったかっちゅうことも。僕はね、とっても物覚えは悪いけども、自分の名前は忘れたことはないな。もちろん警察でも調べてもらったばってん、該当する失踪人の捜索願いは出とらんちゅうことでね。結局は俺が身元引受人になって、うちの仕事は手伝ってもらうっちゅうことになったい。でもあの人には弥生さんっていう名前があるんじゃないか。それは俺が考えた。あの人に会ったのは3月の末、ちょうど桜の咲いとる時期だったけんね。なんだな、弥生さんにはぴったりの名前だね。とにかく清さんも一日も早う弥生さんに会った時の言葉を思い出してくれんですか。家族の人たちも心配しとろうけん。なんだ。はい、じゃあお前こちら寝らんか。はい。なんだ、ガタガタせんと。あ、なんの、もうちょっと。すいません。閉めらんか。はい。それにつけても、旦那もな、いくら弥生さんのためっちゅっても、とんだ厄介もんば引っ張り込んだもんたい。旦那、あのね、なんなん、旦那さんの悪口は言わない方がいいと思います。誰も悪口なんか言ってらせんたい。ただな、あまり弥生さんに関わり合う方がよくは思っとんのよ。どうせ素性が分かりゃな、ここを出ていく女じゃろけんな。僕には
どういうことかよくわかんないな。つまりうちの旦那はな、弥生さんにほの字たいのんぼしよっとから。なんだほの字っていうのは、あのひらがなで書くのかな、それともカタカナかな。どっちでもよかない。つまりな、要するにうちの旦那は弥生さんにぞっこんたい。その、あの、ぞっこんっていうのはどういうことです？ぞっこんっていうことは、つまり弥生さんと一緒になりたいんじゃ、夫婦になりたいんじゃ。一緒になるっていうことは どういうことかな。つまりだな、一つ布団に枕が二つ。いや、ばっかん、ねえ、早くん、ねえ、あなた。はい。お前、返事するな、こら。はい。汚い顔ばが目の前に置いて。はい。こら、もたもたせんた、寝らんか、お前と一緒に喋っとると、悪いわしそうだい。はい、おやすみなさい。あ、こら。はい。お前、寝しょんべんや、いびきがかかんだろうな。あのね。いびきはね、時々うるさいなって言われるな。で、寝小便というのは朝起きてみないと分かんないんだ。もうやなの、引っ張り込んで。こら、はい。お前、花ばつまんで寝ろ。はい。こら、なんな。鼻つまんでるといい気ができなくて死にそうで眠れません。俺は明日からドメインしたがよかろう。俺明日から教えんねよ。静子さんが、止めろ、止めてくれ。こら、提灯みたいなでっかい顔ばくっつけて気の散るな。あっちさえ取らんかい。僕も お手伝いしたいんだな。あったのか。はい、あの、ただで止めていただくのは悪いから気持ちは嬉しかばってん、素人には無理たい。あんたは亮太の相手でもしてやってくれんか。皆さん、お昼の支度ができましたよ。ああ、どうも。徳さん、飯にせんですか。はい。さあ、みんな飯ですよ。さんはすねとったやろ。色付けばさしてもらえもんやけん。おいしいコロッケ買ってきたのに、あ、俺呼んでくる。ほっとかんか、あんなやつほら、しのぶちゃん、そっちコロッケあるか。あ、すいません。二人か。お父ちゃん、お父ちゃん、これ見て。どげんしたつか、そいつは。清さんが書いたんだって。へえ、そんなことあんたが書いたっすか。はい、あの、きれいな絵の具が たくさんあったので、つい。いやー、うまかもんだね。とても素人とは思えんばい。僕はあの、とっても絵が好きなもんで。そうかい。いやー、それにしたって驚いたね。こいつはこのまま売り物になるばい。じゃあ僕はあの、お手伝いしてもいいのかな。もちろんたい。ちゃんと手間賃ば払うけん、ぜひとも頼んばい。さあ座って。よかったわね、清さん。かわいい。よかったな。ああ、よかった。
はい、もしもし、山西商店です。ああ、こりゃどうも。こんにちは。よう、よう来てくれた。今日はよく話しま、さあさあ、先ほど話しました提灯屋の山岸勝夫です。こちら北九州からおいでになった小谷さんだ。小谷です。どうぞよろしく。山岸です。あ、どうも。さあどうぞ。小谷屋デパートの専務さん。ああ、お若かずにご立派じゃろう。なに、肩書きだけですよ。何しろ親父の会社ですから。いや、実は今度小谷屋さんデパートで八女の物産展ばお願いするちゅうことになってね。どげんかね、あんたとこも出してみらんかね。うちの提灯ばですか。ええ、できるだけいい品物を集めたいんです。近松さんからお宅の提灯は八女一番と伺いましたので。こんなことですか。ありがとうございます。じゃあ乗ってくれっとね。願っても長です。どうぞよろしくお願いします。よかよか。ああ、専務、彼女は見つかりましたか。いえ、やっぱり人違いじゃないんですか。あの人が子供を連れてるなんて。いや、確かに静子さんでした。この町に住んでるのは間違いありません。ああ、そうですか。そうだ、この写真を使ってもう少し着込んでみてください。ああ。何かご用を、涼太ちゃん。ねえ、おばちゃん、一緒に遊びに行こうよ。行きたいけど、まだお仕事がたくさん残ってるの。ごめんね。なんだ、つまんない。じゃあ今度は僕が鬼の番だな。虫の人は絶対に似てない。本当だ、なんか似てるようだね。 でも僕は こんなに頭は大きくないな。どうしたんだ。俺もお母ちゃんが欲しいな。うわ、いい匂いだな。でも食べられないもんな。けど僕は花は大好きだ。おじちゃん、これ見て。ん？目の前で、あの百合の花をちょきんと切ったんだ。もしかしたら思い出してくれたの？前に私と会った時のことを。はい、あのね、去年の春だね。うん、あの北九州であんたは見てるんだ。北九州のどこで？どこだったかね、それが今のところこの辺で詰まって出てこないんだけどね。とにかく僕はあの百合の花が とっても綺麗だったので。
あ、切っちゃいけないな。ごめんなさい、射精してらっしゃるとは知らなかったもので。そのお花、どうするんですか。家へ持って帰って他のお花と生けようと思って。そのカゴのお花もみんな綺麗だね。お嬢様、小谷様がお見えになりました。静香さん、昨夜のパーティーになぜ来てくれなかったんですか。すいません、ちょっと気分が優れなかったもので。僕の立場も考えてください。せっかく仕事の関係者にあなたを紹介するチャンスだったのに。何ですかこの男は。旅の絵描きさんです。私がお願いして。お用しなさい。こんな得体の知らない奴を引っ張り込んで何か間違いがあったらどうするんですか。そんな失礼ですわ。もういいからこれで引き取ってくれ。僕は お金は欲しくないんだ。ただ絵を描きたいだけで。だからもういいと言ってるんだ。早く帰ってくれ。静子さん、ちょっとあちらへ。この絵なんだな。何も覚えてないわ。北九州市に住んどったらしかな。どうしてそれを。清さんの話俺も聞いとった。そう。でも私には人ごとにしか何も覚えてないんですもん。そう焦ることはなか。北九州さん帰れば記憶ば取り戻すっちゅうことができるかもしれん。記憶なんて取り戻さない方がいいのかも。え、どうして。怖いんです、昔の自分に戻るのが。なんだかとても辛い毎日を送っていたんじゃないかって気がして。辛か毎日か。清さんが描いてくれた私の絵、暗い顔をしていた。きっと幸せじゃなかったんだわ。バッテン、このまま一生自分が誰かわからんまま生きていくっちゅうわけには。いけませんか。このままじゃやめの女の人として生まれ変わった、そう考えちゃいけませんか。八重さん、私今幸せなんです。亮太ちゃんもいるし、周りの人たちも、あなたも、みんな優しいし、時々これが本当の家族だったらなって思ってしまうくらい。俺だってずっとあんたにここにおってほしか。もし亮太の母親になってくれたらどげんよかか。だが所詮は無理な高望みたい。あんたには男のおるようだし、やっぱり北九州さ帰った方が。
ちゃったな。弥生さんとっても悲しそうだったな。僕は何をしてあげたらいいのかな。専務、わかりましたよ、あの人の居場所が。いよいよ お祭りなんだね。清さんはお祭りが吸い取ったかい。うん、お祭りになるとね、みんな楽しそうな顔するし、僕はとっても嬉しいんだ。そうか、本当にあんたはよか人なんだな。あ、小谷さん、どげんしたんですか。静子さんを出してもらいましょうか。静子さん、この人ですよ。ここにいるのは分かってるんです。静子さん、こんなところで何をしてるんですか。あの、あなたは何をとぼけてるんです。僕を忘れたふりしてもダメですよ。さあ、一緒に来てください。ちょっと待ってください。小谷さんはこの人とどげんかご関係ですか。僕はこの人の婚約者ですよ。婚約者。さあ、とにかく帰りましょう。あなたがいなくなってみんな心配してるんです。僕だってあなたを思う気持ちは変わらない。だったらなんで捜索願いは出さなかったとですか。それはお互いの将来を考慮したからです。僕には社会的な立場があるし、静子さんのお宅は名門ですから、まさか結婚を目の前にして家出したなんて言えないでしょう。当分の間、生け花を教えにアメリカに行っているということにしてあるんですよ。それにしてもこんなところに隠れていたとは。探偵社に頼んで東京や大阪方面は探させたんですがね。隠れとったわけじゃなかですよ。弥生さんは、いや、静子さんは記憶喪失症にかかっとったです。記憶喪失症。ええ、車にはねられたショックで過去の言葉忘れてしもうたんです。そんな下手な芝居を打ってるんじゃないでしょうね。本当に僕を覚えていないんですか。それでは帰ったら必ずいい医者に見てもらいましょう。こんなところでは治るものも治りませんからね。あ、静子さん、あなたはこれまでに大勢の人に迷惑をかけているんだ。これ以上手を焼かさせないでくださいよ。まあ、支度もあるでしょう。僕は屋根プラザホテルで待ってます。必ず来てください。人と結婚しても幸せになれるっちゃ思えんがな。でもこれ以上迷惑をかけるわけには。私のことはもう忘れてください。待って、向こうにはあんたの知ってる人は一人もらんばい。え、私の知ってるのはこの八女で出会った人ばかり。楽しい毎日でした。まるで夢のような。私は夢を見ていたんですね。お世話になりました。待っとって、せめて亮太が戻ってくるまで。今までありがとうございました。あまりお酒飲みすぎちゃダメよ。ありがとう。いや、本当の言葉言うと、あんたはこのかみさんに向いとると思ったばい。じゃ
ん、今さら栗ごと言ってもしゃんなかたい。清さん、亮太ちゃんのためにもうしばらくここにいてあげてくださいね。清さんがいてくれればあの子寂しくないから。八重さん、さようなら。どうも。ひどい格好ですね。その荷物も全部捨てた方がいいでしょ。手までこんなに荒れてしまって、提灯屋なんかでよく我慢できたもんですね。さあ、あの、一つだけ教えてください。私は幸せだったんでしょうか。そんなこと僕にも分かりませんよ。もしかしたら周りの言いなりになってたのかもしれない。周りの言いなりって？いわゆる政略結婚ってやつですよ。あなたのお父さんはうちの会社の大株主ですからね。しかし僕はあなたのことを純粋に愛してます。もう待ちきれないくらいに。やめてください。静香さん、あなたあの山岸って男と。そんな違います。あの方とは何でもありません。まあここはあなたの言葉を信じましょう。記憶が戻ればこの土地に暮らしていたことなど思い出したくもなくなるでしょう。専務、ロビーに近松さんがお見えです。わかった、すぐ来るからここで待っててください。大体この線でうまくいくと思うんですが、ね、はい、はい、ここへ。うん、僕は八重さんに言いたいことがあったんだな。何？うん、僕に亮太君のこと頼むって言ったけど、僕は亮太君のお母さんにはなれないので、亮太君のお母さんにはやっぱり八重さんがいいんだな。でもね、私には婚約者がいるのよ。うん、その人のこと覚えてないんじゃないか。これはね、僕は思うのに、あの嫌なことをみんな、あの神様が忘れさせてくれたんじゃないの。清さん、今なら八重さんがいなくなったことを亮太君は知らないんで、間に合うから帰ってください。旦那、旦那、ちょっと、ちょっとこいつは見てくれんとね。これはあの風来坊、いや、あの山下清さんが書いたって伝え。あの清さんが山下が書く。最初からただもんじゃなか思っておりました。とんだ悪いこと言うてしもうた。旦那、これは分かっと。これは旦那さんで、亮太ちゃん、弥生さんたい。あの清さんがこの絵に託して旦那に何杯言いたかったか、もっと自分の気持ちに素直になれっちゅうことを言いたかったです。旦那、旦那も九州男児やったら、ここは一つ
当たって砕けてみたらどうでしたい。ねえ旦那、今だったらまだ間に合いますばい。あっち、なんだあんた。僕はあの清と言います。あんたあの去年会ったことあるね。去年覚えてないか。こういうのをね、あのなんとか言うの、あの記憶そっち行っちゃって。いや、ふざけるな。それに彼女は静子さんはどうしたんですか。亮太君とか帰っちゃったね。なんてバカな真似を連れ戻したの。どけ、邪魔だ。やめてください。言ってもダメなんだ。あのあんたの言ってる静子さんっていうのは、このやめでやめにしちゃって弥生さんになっちゃったんだ。そんな専務、この人の言う通りですよ。あの人のことは縁がなかったものと思って諦めた方が。野島さんまでそんな。僕だって愛してたんですよ彼女を。そう簡単に諦めろって言われたって。いや、専務、これは静子さんだ。はあ、や山下清、それじゃこれあの有名な山下清。はあ、お母さんにして。矢部さん、you